はい、じゃあ説明しますね。多分これを言い換えて解説もう一回聞いたときに、ちょっと電気がすごく見にくいかもわからないですけど、そこは頑張ってみてください。いかんせん、もう、お金がない。照明が買えない。ね。はい、見なくていいですか？映りますから。で、これは、オイの2012年に出た問題みたいですけれども、まあ、2012年ですか、まあ、今から10年ぐらい前に出た問題ですけど、まあ、問題的には、状況をしっかり把握して整理ができたらできる問題です。どっちかって言ったら、まあ、関西より関東の方が多い、問題ですね。でも、当然、学入試問題というのは必ずどっかで、出ますから、あ、こんな問題あるんだっていう情報があったら、当然関西でも出てくるということを、ちょっと頭の片隅に残りながら解いていってください。はい、文化祭が、ありましたと。で、この文化祭っていうのはもともと入来た人数がいます。それに5分ごとに100人ずつ、増えていきますと。これがややこしいのが、5分ごとに100人やからって言って1分ごとに20人とか出たしたらなんで、これがまず引っかかるポイント。まあでもありがたいことに5の倍数やから、そこはまあ支障はないですけど、言われた通りにといてください。で、初日はゲートを7箇所にしたら45人中10人に減りました。問題に分かるよな。はい、分かります。で、2日目はゲートを8箇所にしましたと。したら1日目より25人多いですけれど、20分にはなくなりましたという問題ですと。で、先生の理想っていうのは、もうここで全部やっつけるっていうことやね、実は。問題を見る前に。つまり、ヒュートン算の本質、あったよな、元、利、な、消費。この3つのバランスだけできたら全部片付くって言ったよな。それ覚えてるな。そしたらまず、それの聞き方が違うわけよ。まず普通に、こっちが何か分かるよな、もともとやろ。で、増えるのが5分ごと100人って書いてるやん。5分で100人って書いてるやん。で、ゲートをまずとりあえず、1四角にしましょうよ。いや、7四角や。うん。ゲートは7四角です。で、間違えたらあかんのは45分で10人だから、まず4、もともとを、で、もともとを10と取りましょう。そうすると初日のデータ。初日のデータはどんなデータが作れるかって言ったら、もともと10いましたよと。で、ゲートは7箇所ですよと。ね、45分後に何人増えるの ?100 人やったら。10に何人増えるの、何人減る？ 900 で分かる？ 5 分で100人ですから、45分で9倍しながら900減る分かるやろ。それを間違えたらあのはゲート7箇所です。ゲート7箇所やけど何倍する？45分ぐらいから何倍する？ 9って分かる？ここで45ってするやつが多いね、多分。45分やなと思って完璧に、うん、9にすんね。なんで9？ 5分後で考えてるから。増えたやつをこれで引いたら何人になったって書いてるの？45分後には何人って書いてるの？10人だろ。もうちょっときれいに計算したら、10足す900引く63四角が10ですって意識が作れるわけ。わかる？ここまで大丈夫？ Yes。本当？多分ああ。じゃあ多分新が。はい、2日目。ゲート8箇所にしました。でもスタートは初日より25人多いです。20分間の間に何人増えますか？400。400分かるな。大丈夫ここ。で、ゲート何箇所なの？8やな。で、かける何本にする？4って分かる、はい、ここを20とかしてしまったらもうぐちゃぐちゃになるね。それやったらここを63にして、ここを30、何本や20にしたらまだいいんだけど、とりあえず5分ごとっていうことがこれ統一するんだよ。多分高橋さんはそこ31分のとかいうのは多分ちゃんとやってたら実は合ってたと思うねんけど、そこの割り算がぐちゃぐちゃになってしまったと思う。で、これが0になったんですよ。
で2番の式をもうちょっときれいに書いたら10足す425引く32四角が0って分かるやろ。お前書けてるか、意味わかんない式とかわかる。初日より25人多いでした。20分後っていうのは5分で100人ですから、20分後やから4倍で400人ですよ。ゲートが8箇所、5分ごとやから4回ゲートが開くって考えて4箇所ね。それを引いたら計算したらこんな感じになります。でここで人と差をつけたかったらこれわかる、1たす425が四角の32ってわかる。うん、はい、うん、わかる。うん、なんでやろ、あこれだけこっちも聞いただけやん。あかる、あは、うん、うん、そういうことやろ。で、そしたら4見てみ、1たす425が32やんやろ。そしたらここで O いきます。うん、どうするかわかる。O を出したいんだが、多いだけにな。いやいや、高めたさんじゃなかった。はい、いきます。1たす425、32やったら、この式を、ちょっと上に書くな。こういうふうにできひん。1たす425、たす475、引く63、これ1しか打てないな。こういうな。こうなるの分かる？ちょっとまあ、こう、こいつを、こいつに両替したわけよ。ここと、ここに両替したわけ。波線は両替ってやって。わかる？ああ、両替ね。両替ねって、両替ってことが分かったらいいんじゃないで、こう何で両替するか分かるよ。そしたらこれがこれに変えるわけや、うん、そうすると32足す475引く63っていうのが10に変えるわけよ、うんうん、分かる。あー光流してるね、63、心の目を開いて見るからなんちゃって、そうするとこれもちょっとややこしいけど475を引く、これがちょっと難しいと思うね。31が10って分かる？はいはい、ほんまに分かる、はい、結構これは難しいことを言ってるわ、はっきり言って子供騙しみたいなところもあるけど、はい、分かる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 、これとこれ計算しただけやねんけど、うん、はい、でも数字をちっちゃいもんからでっかいもん引くって分かりにくいやろ、はい、32円持ってて63円引かれへんわけやん。32円全部分けても32円たっかりひんわけやん。はい、まだ見てる。そうするとここが465って分かんない？分かりますね。そうすると1しかもなんぼ15って出るよね。あーはー、で1しかもが15って分かったらここ480って出るから10は55というふうに求めることができます。で、1箇所で5分ごとに何人の受付ができますかっていうのは15人で、2日目の開始人数を求めなさいっていうのは、2日目っていうのは、ここに人数を入れてプラス55人にプラス2日目は25足さなあかんよ。だから55足す25で80人と。この問題はこう式をたくさん作るっていうことが難しかったわけで、そこを意識して聞いてくれたらと思います。 OK、 できそう。家帰ってもう一回練習してな。ああ、で、おすすめはめんどくさいかもしらんけど、なんか綺麗なノートルーズリーフ一冊こさえて自分で問題をちゃんと書いて解けるようにする。多分こういうふうに解くっていう小学生だったら式の持っていき方とかを全体を捉えるのがまず難しいから、ただ先生は順番に応じて式を立てるっていうことを自在にやってるけど、こういうことがでする練習する必要があるわけよ。だから一回きれいに書いて、問題に左に書いて、問題に右の解き方書いて隠してみて、何考えたかな、で自分で途中でここまでの式が立てれたかな、
だほんまに練習しまくってたら先生がこうやって大体頭にあなたたちに今日教えてるときに問題って言って先生聞いてるのほとんどこれ出したらええねんなっていうだけのことしか頭に置いてない、ね、だからささっとこうして同じ問題が結局ねっていうふうに考えてくれたら分かりやすいかなと思います。はい、OK。で、返してあげて。